源氏物語、源氏物語の登場人物、浮船の、母浮船の母とは、源氏物語に登場する架空の人物。この人物は、本文中ではしばしば、中条の君と呼ばれているため、この、中条の君という通称で呼ばれることもあるが、源氏物語の本文中において、中条の君と呼ばれている人物は、うつせみの女房、六条宮須どころの女房、 光源氏の次女、朝顔の姫君の女房を、今上帝の女一宮の女房と何人かいるため、浮船の母である、中将の君であることを明確にしたい場合には、浮船の母と呼ぶことが多い。宇治八宮の制裁の命であり、おばに当たる宇治の八宮の北の方が亡くなった後、八宮に情けをかけられて、浮船を産むことになる。しかし八宮は、間もなく、 要をかなんで、属性となったため、浮船を子供として認知してもらうことができず、自身も八の宮の妻といった地位を得ることもなかった。その後自身は、六津守の五歳となって、夫と共に、道の区国に下り、小気味ら何人かの子を設けるが、父親に認められなかった浮船を哀れに思い他の子供より気にかけている。橋姫巻では、 宇治の八の宮は、北の方を失ったことによりよう墓なんで、属性となったとのみ述べられており、その間にこの浮船の母に情けをかけこう、儲けたといった記述は、一切なく、浮船が登場する、宇治十条の後半部と整合性が取れていないために、橋姫巻を執筆していた時点では、宇治十条の後半部である、浮船物語の構想はまだ存在しなかったのでは、 ないかとの見方も存在する。なお、この八の宮が、浮船星に対して取った霊端とされる態度について、当時の身分制度の下では特に異例なものとは言えず、作中で描かれているような状況で幸運だときに、公式に妻や娘として認められる場合の方がむしろ、異例と言えるとの見解も存在する。浮船の母は直接には、以下の巻で登場し、 本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。なお、この人物は、鎌倉時代初期に書かれたと見られる、源氏物語の補作である山地の炉にも登場しており、そこでは、母くん、親、筑波山などと表記されている。宇治八の宮の北の方の名である。八の宮の北の方と父方がつながっているのか、母方がつながっているのかは不明である。 八の宮の北の方のいとこである弁の二とも親類に、あたり、旧地の中である。宇治の八の宮との間に子として認められていない、娘浮船を産んだほか、六守の五歳となり、この夫との間にも何人かの子を設けている。宇治八の宮が、北の方を亡くなったと、あと、八の宮に情けをかけられて、浮船を産む。しかし八の宮はよう墓なんで、 属性となったため、浮船を子供として認知してもらうことができず、自身も八の宮の妻といった地位を得ることもなかった。自身は、六つ守の五歳となって、夫と共に、道の区国に下り、小木村の子を設ける。慶府の日立之助は、実際の血筋は後期ではあるもののジップから、認知されていないため公には、三宅の血筋であると主張できない。 自分から見ると厄介者でしかない浮舟のことをうとんじていた。そのために母は一層浮舟の将来を心配するようになっていった。そのような中で、ママ父のひたちの助に近づくことを望んだ中流貴族の左コ少将,将との婚約が成立するが、左コ少将,将が浮舟がママ子であることを知ったために婚約を破棄されてしまい、いたたまれなくなった娘浮舟を、 中の君に託す。浮船が、長せでを行った際に、カオルに見染められ、カオルから、弁の二を介して、浮船を自分の元に迎えたいとの申し出があった際には、自分が身分の違いで辛い思いをしたことや、カオルが他に多くの女性に求愛していることから、いずれ自分と同じように見捨てられてしまうのでは、ないかという心配もあって反対する。しかし、 実際に二条院で、二尾宮や薫の姿を見て気が変わり、中の君の説得もあり、浮船を薫のもとにやることにする。薫のもとにやったはずの浮船が忍び込んできた、二尾宮と結ばれてしまう。事情を知らないまま、中条の君は、心躍らせて、浮船の状況の準備を進めるが、弁の二との会話が図らずも浮船を追い詰める。 別の子供の世話等に忙しくしている間に、浮船は失踪してしまう。失踪した浮船を見なげして死んだものと思い、悲しみに暮れながらも、遺体のないままで葬儀を行う。ありがとうございます。